こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。今日はですね、特に何をするわけではないんですけども、こちらですね、新ユニット、漆黒重工っていうのかな、フェン。ついにね、フェンの新たな装いが発表されました。やっぱ私の一番あれ私あごめんごめんごめん今はボックスだわ今はボックスが一番なんだけど、かつてはやっぱ一番好きだったんですね、私フェンが。もう今ももちろんボックスの月に好きなんですけども、今回ですね、闇属性として、新たに、来ました。でね、今回はね、超英雄祭ステップアップ召喚ってことで、まあ私にとってはね、1回目しか弾けない。まあ別にステップアップじゃなくても、毎回1回目しか弾けないんだけど、初回確定分ということで、で、あとはフォスレもね、パワーアップするんですけども、今回の英雄石は錬金石だね。で、正直、私、ここに載ってないか。このね、覚醒前のフェンの方が好きかな。イラスト的には。ちょっと怖いもん、このフェン。なんか、顔が悪すぎ。かっこいいけどね。でも私は個人的に覚醒前のフェンの方が、この闇のフェンはね、すごく好きです。はい。ということで、まあ、フェンはね、正直、絶対来るだろうって思ってたので、まあ、やっと来たかって感じなんですよね。で、今回、ステップアップの他にも闇属性フェン、フォスレが出現する、1万錬金召喚、フェン、フォスレ、フリード、ロッツ、リシュリーということで、リシュリーって、この子か。で、アルシェ・グランブレイブということなので、まあ、錬金石にも、かけてもいいのかなと、この割合ならね。もうわかんないけどね。っていうところで、ぜひ今回弾いていきたいなと思っています。あと、生放送では、まあ、私見てなくて、なんかまとめ記事みたいの見ただけなんですけど、ゴブリンスレイヤー、ゴブスレの、ね、なんかちょっとしたキャラの絵とかも出てましたね。そうそうそう、この絵。このフェンが好き。この覚醒前の。だから覚醒したくないもんね。で、今回はなんか、聞いた話だとメンテなしで、3月31日日曜日2時から来るそうです。これはね、集めたいね、装備もしっかりね。で、今回さ、ちょっと待ってね。キャラから見るべきだったね。ちょっと待って。装備が、この帽子とこの、またさ、銃っていうのがかっこいいよね。なんか。よいしょ。どこから？これだね。新奥義がね、高確率で敵を暗闇状態。味方の闇属性ユニットの奥義ゲージ20アップ。20秒間味方全体の奥義ゲージ3アップ。命中率30アップ。奥義は命中率アップの効果の、効果パーセンテージの100倍を奥義ダメージ倍率に追加。ちょっとね、何言ってるかよくわかんないんだけど。で、なんか確かね、アビリティって、出た。クエスト時味方全体の奥義ゲージ50アップっていうアビリティがついてて、この軍略ってやつ。さらに暗闇状態の敵に対してクリティカル率100アップと。で、この新装備も確か、クリティカルだったよね。そうだよね。っていうのがあったりもして、結構強いですよね。で、にわかな知識で申し訳ないんですけど、すごいね、アッシュと相性いいんじゃないかなと思うんですけど、この人だって、あれ？暗闇の敵に、ね、クリティカル率 100% だし、すごいいいんじゃないかなって、今思ってる。はい、という感じでね、
闇フェンが、ついに来ました。もう皆さん石の準備はできているでしょうか？でもちろん私このステップアップ引きまして、今石が163だね。こっからもうちょっと増やしたいね。もうちょっと増やして、さらに今錬金石がね割とあったと思うんだよな。14,897 ってことで、まあ、日玉ゼロなんだけど、あるんですよ。限界突破石はちなみに何個あったかな？あ、4個か。まあ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 。っていうことで、フェンを迎える準備をしてですね、ぜひ、明日、この動画上がってるのが3月30日、土曜日だと思うので、31日、明日日曜日夜、何時にしようかな、9時半から、闇フェン引く生配信やりたいと思いますので、ぜひとも遊びに来ていただけたら嬉しいです。またね、生配信でちょっと奇跡を起こしたいななんて思っているんですけども、やっぱ、ね、そう何回も何回もね、引けないでしょって思われる方もいると思うんです。私も正直思ってるんだけど、でもやっぱさ、奇跡はね、やっぱしかと皆さんで見たいので、ぜひね、遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、ということでよければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。